サイドをつけてきました。何？うわ出たって何？なんで？何それ新幹線乗ってます。おお、サイン会のためにですか？ご飯は食べましたよ。なんだっけあれ、なんだっけ、豆腐じゃなくて厚揚げじゃなくて初めて食べたやつ初めて食べたやつで伝わったらすごいけど、なんだったっけ、なんかガンモだ、ガンモ食べました。あれガンモで合ってる、そうガンも初めて食べた、うん、いや初めては嘘だ初めては嘘ですガンス、ガンスはちょっと違う、ごめん嘘だ、初めて食べたのは嘘です。違います、あのコンビニのガンモを初めて食べました普通に食べたことはあります。ガンモドキ、正式名称ガンモドキですか？明日はですね、ちょっと、アニメイトさんのグッズの販売から少し時間が経っちゃったんですけど、ST48 とアニメイトのコラボ企画あったじゃないですか。抱き枕だったり、缶バッジだったり、アクスタだったり。まあ、それをそのコラボを記念したアニメイトさんのサイン会がですね明日あるんです。それに申し込んでくれた皆さん、申し込んで当たった皆さんがと明日はサインやサイン会をして、ごきげんよう。お体の調子はどうですか？とても素敵な笑顔でいらっしゃいますねっていうお話をしてきます(笑)お嬢様楽しみましょう、よろしくね。楽しみ、みんなに会えるの楽しみだよ。広島とか瀬戸内でしか会えない方もいるんだけど、逆に関東でしか会えない人もいるので、そう、なんか瀬戸内の方に頑張っていきたいけどなかなか行けないからっていうので、結構東京に来た時には会いに行けるよっていう方もいるので、うん、会えるの楽
しみです。うん、どこでもどこにいても来てくれる人もいますね。おります。香川におっても、愛媛におっても、山口におっても、会いに来てくれる方はいますね。うん、いろんなタイプの方がいらっしゃいますね。ファンの方、ファンの皆さんの中には。またソロイベント、そうですね、ソロイベントね、またしたいですね。っていうか、私全然ファンクラブを動かせてないことに最近気づきました。動かします。気づきました。KFC 待っててください。こんばんは。今日はね、ちょっと長めにお風呂に浸かろうかな。お湯に浸かってむくみを取りましょうかね。汗かこうかな。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち、 SNS 開けてみた、料理の写真ぼんやりと誰かの影、大好きな人となう、チャ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 ラチャチャラチャ、チャラチャチャチャラい、眩しいくらい鮮やかな、真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない、いつものグループみんなで渚に並んでバーベキュー、もうあいつと彼女はいい感じだね、君と僕は。お、メール来た？メール送りました。ブドウが届いた。動画を待ってるんですか？わかりました。じゃあ通話動画を貯めてあるやつを投稿します。ついに投稿する決心がつきました。投稿します。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。この間作ってた歌の動画、 あれもじゃあ投稿します。ちょっと聞いたら面白いですよあれ。でもなんかその音だけだったら楽しくないかなと思って、素材なんか私が全部アカペラである曲を歌ってるんですけど、そのなんか後ろの BGM とかも全部
でも、うん、真っ暗な画面だったら楽しくないかなって思うので、その声と映像を掛け合わせたものをあげます。頑張ってあげる。だから投稿されるまで言い続けてください。皆さんもまだですかって私の記憶を私の記憶をいつも刺激してくださいお互いするだけでなんでだか欲しくなる。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS 上げてみた。タタ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 、さりげなく片思いじゃちゃちゃちゃら。ハッシュタグ好きなんだ、なんか最近聞きすぎて歌えるようになってきました今度カラオケするとき歌おうと思ってめっちゃ聴いてる。いい曲。こんばんは。最近何聞いてるかな。あ、NGT さんのシャーベットピンクとか聞いてるよ。君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色、その風に注いる返し。あとねー、あれ、 SKE さんの無意識の色、無意識の色、僕たちは無意識、僕たちの無意識は一体何いいのか、愛しさこんばんは。私が思う、私が思う7周年コンサートのセットリストを考えましたはい、私が ST48 7周年コンサートをするんだったら、まず最初に1曲目は思い出せる声をしようにします。まずフルでどんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、忘れないよ、てん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 。で、ST48 7周年コンサート始まりました。
みんな楽しんでいきましょう。てん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 てれれ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 ん、遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど。でこれはワンハーフじゃなくってフルでやります。でその間に一人一人あの大きいスクリーンにカメラで抜かれて、で名前が出るみたいな。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、なに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 臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら、なに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 名前表示される、カメラに抜かれる。そう、ちゃんちゃん、僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ、その先のことなんか誰もわからないなに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 。そう、演出も考えてますよ。いい演出でしょ。で、そう、涙以上に微笑んでいたい、ずっと。で1番目が終わったら平場にいるメンバーと山台のメンバーがチェンジ、ずっと。はい、移動します。チェン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 チャン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 。で次は山台にいたメンバーが前に来て、歌割りのところで一人一人抜かれて、名前が何々何々って出てくる。指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる、小島愛子で、やっと夢が叶ったと思ったのに。でみんなが、山台にいたメンバーが平場にやってきて、でそれぞれペアになって2人3人ごちゃ混ぜペアになって、いつの日にか思い出せる、タタ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 で大サビ歌って、忘れはしないで、まず1曲目終わりこれがオープニングです。で一人ずつメンバーつって名前出るのいいよね。そう、紹介も兼ねて。はい、でその次にサングラスデイズです。でこれはまだそのペアになってる状態のままで、タン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 、チャン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 タンタンって、それぞれ下手からポーズを決めて、うーはーいってやった後に、今から皆さんの元にメンバーが練り歩きますみたいな感じで練り歩き曲になります。2曲目のサングラスデイズが、でーちゃらちゃんちゃんちゃららちゃちゃんちゃんちゃららちゃちゃんちゃんチャラララチャ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 ラチャチャチャラチャタタ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 タ。で全員が練り歩いちゃったらステージに誰もいなくなるので、
練り歩くメンバーとステージに残るメンバーで分かれます。砂浜に寝そべかすめい、たまにせめて水殺太陽を成功頂戴で、1サビが終わったら2番でまた入れ替わって練り歩きのメンバーと平場で担当が分かれる。で最後らへんになったら全員ステージ戻ってきて、ズズズズジャッズズジャッ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 ジャーンで2曲目終わり。この時はまだ撮影はダメです。で、練り歩きは2回も行きますで、3曲目はで、1回ここで皆さんこんにちは、 ST48 です。 ST48 7周年記念コンサート始まりました、〇〇始まりました、最初にお前らせや恋をしようサングラスイズ聞いていただきました。じゃあここで2人ぐらい意気込みを聞きたいと思います。なないちゃん、はい、初日、2周年コンサート初日、もうドキドキワクワクです。ワクワクドキドキかもしれません。間違えました、やっぱりドキドキワクワクです。イエーイじゃあそうだな、もう一人聞いちゃおう。あやみちゃん、はい、監督さんとかです。私も初日ワクワクドキドキです。いや、ドキドキワクワクかもしれません。いや、ドキドキワクワク、ワクワクドキドキかもしれません。イエーイって言って、それではね、早速コンサートの記念の写真を撮りたいと思います。2種類撮りますって言って、客席バック、セットバックの写真を撮って、はい、じゃあ写真を撮り終えたところで次の曲に行きたいと思います。で、ここが今と変わらず、それで聴いてください。で、原点に行きます。トゥルルルルルルン、トゥルルルルルン、トゥルルルルルン、バン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 映像が入って、2017年のカレンダーがヒュンって映って、その時は何、また新しいグループができるの、なんていうグループ、 STU48 だって。 STU48? STU、 どこのグループになるの。瀬戸内だって。へー、瀬戸内7県に新しいグループができるの、オーディションがあるらしいよ。そうなんだ、誰が受けるんだろうねみたいな、ちょっとドラマチックな映像流れますで、
そのポスターを見た誰かの後ろ姿で、カレンダーに、カレンダーの映像と2017年のカレンダーの映像、カレンダーが映って、赤、そのオーディションの日に赤い丸がつけられてるんですよ。で、オーディション会場に行く映像を、好きなアイドルさんの音楽を聴いてる映像を、テレビでアイドルさんの番組を見てる映像とか、それぞれ各々の、みんながアイドルになる前の状況みたいなのをが、なんかミニドラマみたいなものが映像で流れます。学校で勉強してるけど、ちょっとこうチラッと携帯見てアイドルさんの動画見てる映像とかが流れて、それが2017年の設定です。で、その映像が、ミニドラマみたいな映像が流れ終わったら、2017年に発売されたハッシュタグ好きなんだがまず次のブロックの1曲目です。トゥ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 ルトゥウウウトゥルルルハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち。で、その後に2017年、2018年、2019年に発売された他のグループさんの楽曲を、まあだんだんだんって披露していきます。で、ハッシュタグ好きなんだの次が SKE さんの無意識の色で、その次に NGT さんのシャーベットピンクが流れます。で、一旦そこでまた映像が挟まって、次は2019年の2期生にフォーカスを当てたミニドラマみたいな映像が始まります。で、映像にもカレンダー、時が進んでて2019年になってるんです。2019年になってて、そこでは1期生さんの踊ってる姿とかを見てる2期生みたいな感じの設定で映像に出てくる。で、その後に2020、2021、2022年に発売された楽曲を披露する。だから、と2020年は NMB さんの初恋至上主義、2021年が HKT さんの君とどこかへ行きたい。で、その後にまた映像が挟んであって、次は花は誰のもので番組を見てた3期生っていう設定のミニドラマが、3期生とか 2.5期生は花誰を見てた映像じゃなくって、 2.5 期生は2期生を見てたっていう映像にしておいて、で、3期生は花誰を見てたっていう設定のミニドラマが映像で挟んで、で、そのこのブロックの一番最後が、
花だれです。でん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 で一旦ここのブロック終了で MC が入る。でその後に木ごとの楽曲披露。MC 後はまず3期生の幽体離脱すると金縛りをして、でその次にニレの木やって、でその次に僕らの春夏秋冬をやって、でその次にドラフト3期生さんの菜の花やって、その次に1期生さんは暗闇をやる。で暗闇をやったらそのまま瀬戸内の声になる。暗闇の雰囲気を保ちながらで木ごとで披露してる衣装のまんま、また全員が瀬戸内の声やって、でその後 MC が入って、でなんかいいかな。思い出してよかった、思い出してよかったにします。思い出してよかった、 MC 焼きは思い出してよかったで、でそれでは最後の曲になります。でまあ、ここら辺まだちょっとあんまり決まってない。奇跡という名のストーリーで一旦アンコール前の本編は終わる曲数少ないんだよね。でももうちょっと増やしたいんだよね何かを。でまだここら辺はまだ決まってないですもうちょっと曲数増やすと思います、私の構成の中では。まあ、とりあえず、まあ、ここら辺はまだ未定みたいな感じで、でその後にアンコールが、アンコールは何から始めようかな。アンコールは夢力かな。夢力出そうぜ、おーおーおー全力で行こうぜ、おーおーおーちゃ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 って出てくる。であとはまだ未定こんな感じです。私が思い描く7周年コンサート悟り、今のところまだ全然曲数足りてないし、足りてないので練り直しですいい感じです。ありがとう、聞いてくれて。まだね、カメコタイムとか撮影 OK とか練り歩きシーンを入れられてないので、まだまだ作り込みが必要ですね
タタ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 タチャチャチョ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 で、開催地は思い切って瀬戸内じゃなくて、東京と大阪、東名阪にしようかな。東名阪、でタイトルは ST48 7周年コンサート。ST47 周年コンサート、サブタイトルが、新しい出航を見届ける君へこれにしますTOKYO2公演、名古屋2公演、大阪2公演で、三大都市で思い切ってやってみる。掃除じゃないところで、でちょっとメンバーはふーって疲れちゃうかもしれないけど、2個その7周年コンサートの次の日にお話し会があるっていう予定。それだったら あのライブの感想をお話し会に言いに来てくれたり、いろいろお話しすることがあるから、そう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 、次の日に話し会をセッティングお話し会というか、そうだね、握手会、次の日握手会、三大都市で。よくない？メンバー的には実際ね、2公演は結構辛い。でもなんかまとめてガッて会ったら割とね、よし全集中みたいな感じで、なんかこういろいろこうお話し会、ライブ、公演とかこうバババババって分かれてるより、一気にドン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 って会った方が、ドンドンドンって会った方がまとまってた方が私たちはやりやすい、いろいろ準備しやすいし、そっちの方が私はやる気が出る。うん、散らばってるより。今回はね、7カ所行く、もちろん楽しいんですよ、7カ所行くのけど、なんかいろいろ散らばってるので、リハーサル、うん、リハーサル、公演、なんとかかんとか、わわわわって、だから
三大都市にこう場所をボンボンボンって決めて、でお話し会もそのお話し会握手会もその次の日にあるって設定してたら、いろいろ感想も言いやすいし、土日とかでポンポンポンってあった方がメンバーも頑張りやすい、頑張る準備しやすいと思う、うん、っていう私の一メンバーからの案でした。なんかその瀬戸内7県に行くっていうのもめっちゃいい、めっちゃ楽しいし、めっちゃ好き、めっちゃ何回めっちゃ言うっていう感じやけど、けどなんか一回そのみんなが来やすいところで来てもらって、で呼び込まないと意味がないから、ここでまた会いに来てくださいねって、住んでるところ、住んでる人が多いところに行ってから呼び込んだ方がいいと思う私は、うん、そう、この地元でめっで定着させて活動するのも大事だし、それが私たちの ST48 のやるべきことだと思うけど、広げるためだったらやっぱ私たちも行かないといけないと思う、ちょっとは瀬戸内以外に。でその7周年コンサートがある前の週はちょっと忙しいけどラジオに出るとか、本当に小さな一枠でいいからラジオに出るとか、何かの配信番組に出るとか、なんかテレビとかに短い時間でもいいから告知をする時間を設けられたらいいなと思う。であとは SNS でスタッフさんとかがなんかリハーサルの風景とか、なんか瀬戸りチラ見せとか、なんか裏側を映像で撮っておくとか、なんかそのコンサート中の差し入れを見るメンバーの様子とか、あと衣装を着て喜んでるメンバーの様子とか、メンバー同士のじゃれ合いとか、そういうのも裏で撮っておいて、そういう情報を SNS とかでスタッフさんが公式アカウントで出すとか、あと7周年コンサートまであと何日とか、そういうのをやった方がいいと思う。面白そうじゃない？これはめっちゃ一案だけど、そうね、ケータリングカメラあるよね、あれめっちゃいい、めっちゃいいと思います。
アイコ中心になったきっかけ TikTok。 あ、そうなんだ。 TikTok 大きいですね。あとはそうだな、アルバム発売まであと何日。いいよね、あれめっちゃいいと思う。私もなんか企画の企画に加わりたい私も企画に加わりたいな。メンバーは企画にはね入らないね。そう、メンバー目線の企画でした。まあでもね、現実問題できるできない、私は知ってる範囲で、私が理想で言ってるだけだから、現実問題難しいこともあると思うから、それはね、もうこれこういう瀬取りとか構成とかは結構もう妄想のなんかの話でも実現したらめっちゃ楽しいツアーになりそうじゃない。で、グッズは、グッズはですね、でもグッズ STU のやつ可愛いと思う、うん、アイコジ個人でできるところは始めてみては。確かに、アイドルもバンドも少人数のとか企画会議入るとか割りたいので掛け合ってみても。そうだね、確かに。私がさ、めっちゃエクセルとかでさあのエクセルじゃないわ、なんだっけ、あのオレンジのやつ
なんか企画をまとめるやつ、パワー、あ、そう、パワーポイント、パワーポイントでさ、めっちゃさ、ここはこうしてとか言ってさ、提案したらさ、ちょっと話聞いてくれるかな。いきなりプレゼンしだす。福フェスが実現してるくらいなので可能性ありそう。なんか私結構こういう企画するのめっちゃ好きだからさ、私も企画に参加したい。河原そばの企画は誰が、あれはリコチだったかな。なんか河原そばの企画は、あの「ナルシーデンコンサート来てくださいね」のインスタライブの時にこういうことやるかもみたいな、匂わせみたいなのをしてしたから、なんかそれが実現したらしい。なんだろうな、と私が何周年コンサートで考える衣装は、まず水色のあのフリフリの今の新しく出たアルバムの制服を最初の曲でオープニングで持ってきて、でそっから次の曲が全部で3色ある、白と水色とちょっと薄めの紺色の、なんかセーラーっぽいけどセーラーとアイドルの可愛いなんか衣装みたいな、可愛い衣装掛け合わせたやつ3色にするかな。でセーラー風のアイドル衣装、何するかな。やっぱり海、瀬戸内海を忘れずに、瀬戸内海と船、海と船の存在を忘れずに、忘れない衣装にしたい。うん、あと
ール開けた後の T シャツをもっとメンバーの個性に沿った T シャツのアレンジをするとか、タンクトップに切ってみるとか、ちょっとここにフリルつけてみるとか、ここにここをバーって切って中にキャミソール、色がついたキャミソール着るとか、リボンつけるとか、短めにしたり T シャツの丈を短めにしたりとか、やっぱ全員同じ T シャツでスカートだったりしたらちょっと見分けがつかないから、なんかちょっと T シャツで遊んでそのメンバー個人 のなんか特徴っていうか個性を出す T シャツアレンジしてもいいのかなとか思ったりする。その方がアンコール開けてなんか 目が楽しいと思う。そう、人数が多いからなんかこの子はこういう子、この子はああいう子みたいな感じで結構一人一人のそのなんかキャラをつけるというか、なんだろうな、もっとこんな子だよあんな子だよっていうのを前面にやった方がいろんな子がいるグループなんだなって思って楽しいと思う。思いまーす。いつかそうだな、実現できるように私自身も頑張ります。それではランキングを見たいと思います。13位カラさん、12位りょうへいさん、11位ズーミンさん、10位ソリオさん、9位くじまささん、8位なべなべ社長さん、7位スパイクさん、6位あんちゃん、5位マグさん、4位ジャボテンさん、3位ひげめがねさん、2位ハイキーさん、1位はアナブンさん、ありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。